佐藤右足狙った決まった。佐藤の直接フリーキック、ヴェルディに追加点、欲しかった追加点が入りました。後半7分です。ホワイト監督も拍手をしています。いや今チームメイトにもみくちゃにされています佐藤。いや見事でしたね。いや完璧ですよね。これはキーパーはおそらく防げないですね。あの球速であそこのコースにボールを飛ばされたら、まあ、多少ね壁が割れた頭の間だったのでキーパーとしてはちょっともうどうしようもできないようなノーチャンスなシュートでしたね。